バイ菌や角質を除去するフットケアの方法。足は身体を支えるという重要な役割を担っているにもかかわらず、日頃ケアするのを忘れがちなパーツです。足は床や靴などに常に接し、天候の影響も受けています。そのため、一般的に足は乾燥したり、菌が発生したり、健康状態にまで影響するようなその他の変化にも耐えているのです。最も心配なのは、それは日に日に悪化し、痛みや、タコ、ひび割れ、その他の不快な症状につながってしまうということ。幸いなことに、足のケアをするのに高価な治療を受ける必要はありません。大金をつぎ込むことなく、100% ナチュラルな素材を使って足の健康を守ることができます。この記事では、足の菌を除去するだけではなく、硬くなった足の皮膚を滑らかに、柔らかくすることができる簡単な方法をご紹介します。足のバイ菌や角質を取り除くには、美容業界では足をケアするための商品がたくさん売られています。そういった商品はカビや細菌による悪影響を抑えることで足の状態を改善するものです。しかし、自然の素材を用いても同じフットケアの効果を得ることは可能です。そしてさらに大切なことは、自然のものを使うと、刺激の強い化学物質を使用しなくてもケアができるということです。中でも、調理用としても医療用としても家庭によくあるアイテム、リンゴ酢は大変優れています。リンゴ酢は、リンゴ果汁を発酵させることで作られており、防腐性や、抗炎症効果、抗カビ効果などといった特徴があります。概要内容ともに、こういった効果を得ることができます。リンゴ酢は、足や爪のケアの強い味方として何十年も前から使われてきました。理由はその殺菌性の高さと古い角質を除去してくれる効果です。ホワイトビネガーの方を好む人もいますが、リンゴから作られるお酢には素晴らしい効果があると言われています。例えば、リンゴ酢を塗って使用することで、心筋感染を抑え、感染よって引き起こされた乾燥や、かゆみを和らげることができます。また、リンゴ酢は天然の弛緩薬としても優れており、ハイヒールや仕事の疲れなどによる緊張をほぐしてくれます。リンゴ酢は天然の軟化薬でもあるため、角質を取り除いて、タコや足の見た目に影響するようなその他の点も改善します。さらに、酸の性質によってデオドラントの働きもしてくれます。足の匂いや汗でお悩みの方に効果があるでしょう。リンゴ酢には酢酸が多く含まれています。そのため、シワやひび割れなどに対する自然療法としての働きもしてくれる上に、ちょっとした傷などの治癒も促進します。
中でも最も素晴らしい点は、足に健康的な潤いを与えてくれることではないでしょうか。リンゴ酢を使って足をケアするには、リンゴ酢の効果を得るためのコツはたくさんありますが、足のケアに関してまず気をつけていただきたいのは、リンゴ酢はそのまま肌につけてはいけないということ。これは、リンゴ酢には刺激的になり、ウル化合物が含まれているためです。良い効果を得るためには、必ず水で薄めて使用しましょう。最も簡単な使用方法は、20分間のフットバスです。塩やエッセンシャルオイルを加えても良いでしょう。材料。リンゴ酢1、2カップカップ。ぬるま湯2リットル。お好みのエッセンシャルオイル10滴。重曹、大さじ1。あってもなくても良い。使用方法。足をつけられる温度まで水を温め、リンゴ酢を加えます。リンゴ酢を加えたお湯を桶に入れ、エッセンシャルオイルを垂らします。心地よいところに座り、フットバスに20分から30分ほど足をつけます。大さじ1杯の重曹を入れると、角質を取る効果が高まります。1ヶ月間このフットケアを毎晩続けて、若々しい足を取り戻しましょう。注意点。肌のタイプによって材料の効き目が異なるため、この自然療法の効果には個人差があります。一晩で効果が現れることはありません。効果を感じるためには、このケアを続けることが大切です。一般的には、リンゴ酢に副作用はありませんが、フットバスを行う前に、パッチテストをすることをお勧めします。足を健康的に、滑らかに、美しくするには、このフットケアに何かをプラスして行うと良いでしょう。ナチュラルな保湿クリームを毎日塗っても良いでしょう。